はい、始めていきたいと思います。第11回目、ハイパーグランプリを、まあ、今回はクリアしていきたいと思います。まあ、ね。まあ、過去買った車のオールスターで、まあ、行きたいと思います。で、まあ、前回ですね、ハイパーグランプリを少し、まあ、やったんですけれども、まあですね、一応全部やってみました。とりあえずやって、まあ、様子見っていうか、そんな感じで、まあ、割と適当に走らせてたんですけど、それでも3位に、なれたんで、まあ、取れるとこをちゃんと取っていけば、まあ、確実に優勝はできるんじゃないかな、と思います。一応最高のタイヤを、まあね、すべて揃えてるので、正直そこら辺には問題ないかな、っていう感じなんですけど、AT6 があったっけな。まだそういうとこがあるんであれば、なんですけど、AT5 が最高ですかね。やっぱり、最高装備です。多分。まあ、現時点ですけど。まあ、それであれば、まあ、何度かいけるんじゃないでしょうかね。で、まずこのオーバルサーキットなんですけど、ここで1位を取るのは、まあ、ほぼ不可能と、言っていいですね。でここはもう正直、まあ、1位か、1位じゃなくて2位か3位。2位か3位を取れれば、まあ、OK と。そこをもうとりあえず維持していくっていう感じで。あ、もうでも最高の体になってるんで2位までは確実だよね。とりあえず現時点で最高の装備にはしてやります。だから前回、まあ、全然、レッドペガサスですら抜けなかったんですけど、まあ、現時点の装備では2位は確実ですかね。で、ここでの、この1位の車が、異常に速いんで、まあ、これはもう、2位で、行くと、いう感じで、そんなにこう、まあね、まあ、これが2位だから1位になれないっていう考えではなく、次で、まあ、しっかり1位を取っていければ、ポイント的には余裕かなと。まあ、余裕って言ってれば、言ってたらちょっと危ないかもしれない。まあ、そんな感じで、まあね、最高タイムも出てるので、問題ないんじゃないでしょうか。周回抜きもして、ただここの速さは異常ですね。Cの。この車体でこのスピードっていうの。遠心力どうなってんの？で、すごいこの、グランプリは賞金もらえるんで、もうこれ何回かやってるだけでも何十万ぐらい貯まるんじゃないでしょうかね。1位で確か、1万ギルですかね。まあ、これを軸に、まあ、お金貯めていければなと思うんですけど、まあ、宝くじとかもね、一応、なんか当たる番号みたいなのがあるみたいなんで、まあ、そこら辺でちょっと貯めていければなと思うんですけど。で、まあ、それで、まあ、とりあえず一回、グランプリをやったことで、まあ、お金が貯まったので、まあ、これだけ揃えられたみたいなところは、まあ、あります。では、まあ、ローテーションで行きましょうか。属車で。はい。冬は務めて、最高タイヤでいいのかな？これって。確か良かったはずだよね。うん。じゃあ行こう。ここでは何位がベストかな？とりあえず1位、いや、いけたと思う。思う。確か。そんなに心配しなくても、そんなに遅い車はいなかった。速い車はいなかったよ。結構でも、やっぱりスタッドレス履いてない分滑るっていうのはありますけどね。うん、でもここでも2位ってなるとちょっと危ないかもしれない。しっかりここは、取っていきたいね。
まあいいんじゃないでしょうかね。意外と抜けないかな。いやでもまあちょっとした曲がりでしっかり。あれは謎の人物が運転してるみたいな設定なんですかね。やっぱりなんかこう、なんか人生ゲームのあの車みたいですよね。動かすときの。何がモチーフなんだろうな。いや本当にそうかもしれない。人生ゲームなんか6つ穴があった。あれ、これって宝だっけ。宝、あれ、宝って人生ゲームのなんかも発売してたのかな。ということで、ここはこう普通に純粋にま、ね、しっかり曲がっていれば1位取れるんですよ。だからこういうところでポイントを稼いでいけば最終的には1位になれるっていう、まあ、仕組みなんじゃないでしょうかね。まああれはもう2位の戦だと思って。ということで1位です。ここですごいお金もらえるんですよ。これがでかいんだよな。しっかりね、まあ、そういうところで。もうタイヤは変える必要ないからしっかり一つずつクリアして。懐かしのピット号で。ミステリーハウスも。ここはしっかりね、減速をしていくっていうのが大事なので。ここですよね。まあ、ここは微妙なんですけど、基本的にここはもう、1位になれるところなので、そんなに頑張らなくても。やっぱりさすがの最高のタイヤだけあってね。まだちょっと久しぶりなのでぶつかってますけど、ここはスピード出さない方がいいな。ということで全然1位になれるんですよ、ここは。もうタウンをね、回ってる感覚でささっといけば。じゃあできればタイム狙ってみるか。最高タイムを狙うっていうのもちょっとやってみたいんでね。まずは一番ね、いい装備で。最高が23秒ぐらいだったかな。ということでここも問題がないという感じで、どうなんかな。ニュースタジアムと。じゃあこれも懐かしのカナチュで行きましょうか。はい。まあいろいろと思い出しますよね。まあ今までのね、戦いっていうのが苦戦してたなとかね。まあミステリーハウスでも結構苦戦しましたんで。でこのコースは1位が結構早かったかな。あと自分のミスもあり得るっていうコースなので。ここですよね。ここをしっかり、他の車もぶつかってるところなんで、ここで一気に抜くのがポイントかな。いや、本当に万能ですね、最高のタイヤは。
すごいですね、これは。こうしっかり曲がりたいんだ。やっぱりアウトからインに行った方がいいのかな。ここもしっかり行きたいんだけど、まあ、そんなにしっかりやんなくても1位取れますね。やっぱりさすがですね。最強装備が一番ね、勝つためのポイントですからね。もうアウトからインに行って行きたかったんだけど一番ダメだ。ここは1位取っておきたい。よし、なんとかぶつからずに。よし、なんとかいけましたね。さあ、いけそうですね、これ。なんとかね。いやー、いろいろ思い出しますね。ロングサーキット。じゃあ、仰いでいきましょうか。ですね。まあ、最後の最後はじゃあ MT でマニュアルでやろうかな。まあでもさすがにナメップはちょっと厳しいかな。いやでもこのコースは確か早かったかな。あーちょっとやばい。スピードが出すぎるっていうのもあるんです。おお、曲がる。で、こっちにまた逸れるんですけど。で、ここも大きなカーブ。おお、素晴らしい。性能ですね。性能が素晴らしい。最高タイムを目指すか。やっぱりエンジンを最高にするだけでこれだけ違うんですね。いや、結構苦にしてたカーブがいとも簡単に曲がりますね。やっぱりすごい。ちょっとアウトにしよう。あーし。よし、最後の最後で。ちょっと無言プレイで最高記録を目指してたら、出ましたね。ちょっと微妙かなって思ったんですけど、最高記録出ましたね。いや、たまるんですよ、お金が、本当に。これは大きいな。さあ、もう割と、順調すぎるぐらいなんですけど、まあ、しっかり車変えていきましょうか。おでんくんで。これがまた長いんですよね、結構。まあ、しっかりね、まあ、最後だって思って頑張りましょうか。まあ、こういうグランプリものも本当に最後だと思って、もうしっかりクリアしていきましょう。
まあちょっとね、せっかくだから1位を取りたいなっていうのはありますけど。意外とここは舐めてたら勝てないパターンかな。あー、ちょっとやっちゃったな。ここは相変わらず苦手だ。まあ、前回からね、やってるんですけど。先ほど1個のちょっとですね、録画のブレみたいなのでちょっとね曲がれなかったんですよ。それがあって6位まで後退してしまいました。あー、ちょっとやっちゃったな。まあちょっと大丈夫だと踏んではいるんですけど、これでもです、これでも大丈夫だと踏んでるんですけど、せっかくだからクール行きましょうか。こちら側に回ってまたこっち回るという、ちょっとね近道でも何でもないコースなんですけど、ちょっと挑戦してみました。ここをしっかり曲がるようになりたいな。どうしてもどうしてもぶつかる。まあこうやってこう目まぐるしく、ね、画面が変わるんで、ちょっと録画のミスとかも、まあ、あるとは思うんですけど、ご了承ください。というわけで4位まで浮上してきましたが、意外とこっからが難しい。やばいやばいやばい。なんとか4位、4位以上。何個いか。どうだろう、これ。うん。あれ、レッドペガサスが抜いてるわ。じゃあ意外と大したことなかったのかな。まあ、5位になっちゃいましたけど。で、ここです。このチョロキューシティですよ。まあ、意外と侮れないコースで、ちょっとまあチョロQシティの中を回るんですけど、結構入り組んでて難しいんですよ。まあ、ぶつからないっていうのはちょっとまあ無理だと思うんですけど、まあ原点に帰ってピットできますが、まあマニュアルでやるって言いましたが、やりましょうか。いやでも、まあ安全を期すことが大事ですからね。なんだかんだ4ポイント差ですから。まさかのことがあるとちょっと、ね、うん。1位になればいいじゃないですか。1位になれば。ということで、はい、行きましょう。チョロQシティです。もう一度よく確認していきましょう。もうこれでちょっと1位じゃなかったらちょっとね。はい。じゃあ行きましょう。結構難しいコースなんですけど、1位はちょっと厳しいかな。シティを回ります。ちょっとついていくってことも大事なんですよね。ちょっと
道がわかんないんで、いきなりぶつかって。基本的にこうチョロQシティのコースを回るんですけど、意外と回り早いな。もう抜けるとこで抜くしかない、これは本当に。いや、あんなの曲がれないって。うん、厳しいな。いや、やばい、難しい。スピード出してる暇がないな。でもやっぱスピードで抜いていくしかないから、うーん、やばいね、難しいね。ここで飛んじゃうもんな。おぉ、大破してる、大破してる。うん、大破する。よし、でも抜けるとこで、あー、ちょっと厳しいな。あー、やばいね。ここで抜くしかない。難しいな、ほんとに。どうしようかね、俺。やっぱりやりきるしかないから、ここはもう。致命傷だけは避ければ1位かな。あー、やばい。ここで終わりだと思ってた。5位か。どうだろう。なんとかいったかな。全部43秒台。さあ、どうだ。おー、ギリギリ。意外とギリギリだった。危ない。行きました。なんとか1位。意外とギリだった。これマニュアルにしてたら終わってたな。いや、ほんとよかった。1プレイ100ギル。あれ？回せる？回せる？あ、普通にタイトルだったか。あ、そういえばカジノやってないな。こんなの2であったんですけどね。とりあえずこれは、まあエンドロールってことですね。とりあえず、一段落したと。いうことですね。ふぅ、なんとかよかった。まあね、一応続けてはいきたいと思うんですけどね。まあコインのこともありますし、ちょっとね、この辺もちょっとね、奥が深いっていうことでやっていきたいと思うんですけど、とりあえず一通りね、グランプリはクリアしたと、いうことで。ね、まあここまでご視聴いただきた皆様ありがとうございました。まあ見たい方はですね、まあ次回からも、まあご覧になってください。お願いします。まあでもこういうギャンブルごとっていうのはちょっと僕はあんまやったことないんですよね。パチンコとか、まあ、そういうのもですね。まあ一応成人はしてるんですけど。まあやってないんですけどね。まあ、実際そこに面白みがあるっていう人はね、やっぱり、その、ね、大博打打ちみたいなね、そういうとこに、ね、まあそこが楽しみなんじゃない、ないですかね。まあ、やることが楽しみって言ったらそこまでですけど、まあ結局当たらないって意味がないですからね。まあ競馬だってそうなんですけどね。まあでも思ったより、まあね、簡単といえば簡単だったかもしれませんね。やっぱり、そこまでちょっとね、やっぱり、性能を上げて、なったっていうのも、あるんで、まあやっぱり性能はやっぱナメプになっちゃいますね、やっぱりそういうのは。だから一番最初のグランプリが、ね、最初失敗したんで、そこの時がね、
ね、一番大変だった気がします。やっぱり基本的にね、まあ、RPG でもそうですけど、最初ですよね、最初。最初はやっぱりみんな同じ状態からスタートなんでね。まあ、そこでちょっと苦戦するっていうのは、まあ、あるんじゃないでしょうかね。チョロ Q3 ということで。まあ、このチョロ Q は2と3をやってたんですけど、まあ、まあね、1はやってないですけど、2と3ってきて、まあ、プレステ2のゲームになっていくわけですよね。まあ、どういう風に性能が上がるのかっていうのはわからないんですけど、まあ、それもあるんであればね、シリーズ化して、ちょっと、やれればいいかなって思うんですけどね。まあ、個人的にやってもいいんですけどね。基本的にレースゲームっていうのはね、こういう、やっぱり簡単だけど奥が深いっていう、そういうゲームにちょっと憧れがありますね。子供でも遊べるようなね、まあ、そういうゲームとかですけど。トライ100イベント。ってことはまだあるってことだよね。だからやっぱり、これですよね。チョロ Q のコインシステム。この辺がね、どの辺どうなっていくのかですよね。街に出るようになって、ほら、イベント100を目指せですから、この辺、次回からやっていきたいなと思っています。ご視聴ありがとうございました。